こんにちは。えー、本日は六法を読みこなすということで、お話をさせていただきたいと思います。えー、行政書士試験、えー、法律家としての素養を試すという試験になりました。えー、法律の試験ですから、まずは六法を用意していただくということになります。六法はですね、いろいろなものが出ています。けれども、えー、まず、ご自分が手に取ってみて、見やすいものを選んでいただく。それが一番いいかと思います。で ただ大事なポ,ポイントはですね、試験科目の条文が掲載されているものを選んでください。登、え、記、ー、六法とかですね、えー、ちょっと特殊な六法になりますと、えー、科目が載っていないことがあります。ごくごく普通の六法でしたら、えー、大丈夫です。えー、ただですね、えー、この個人情報保護法。 中には省略されている場合がありますこれは私が使っている判例六法というものなんですがこの判例六法も個人情報保護法が実は一部省略されているんですね。ただ個人情報保護法につきましては総務省の方で法令データ提供システムというサイトがありますでそちらで現行の法律の条文をすべて提供しているんですね。 こちらからちょっとコピーしていただいてご自分なりの条文集作っていただければいいかと思います個人情報保護法は比較的短い法律ですのでこういうことで十分手当ができるかと思いますそれから六法については判例付きのものと条文だけの六法があります まあ、判例付きは便利といえば便利なんですけれども、えー、初めて勉強される方が、えー、判例付きの六法で判例勉強しようとしても、えー、結論しか書いてないので意味がわからないことがほとんどだと思いますでそれよりはまずは、えー、見やすいものとにかく条文にまず慣れるということですね、えー、そちらを重視していただければいいかと思います それから、えー、デジタルで今いろいろ配布されています。あのスマートフォンなんかでも、えー、ロ本のアプリケーションがあってパーッと見られるようになってたりします。ただ、えー、まあ使っているところを見てますとですね、あの初めての方は普通の紙の方がいいかなという気はいたします。これはあの好みでもあるんですけども、えー、なかなか何条に何が書いてあると。えー 分かってるもう頭に入っている段階で使う分には非常に便利なんですけどもまだ条文にどこのどこにどの条文があるのか分からない前に、えー、デジタル六本を使いこなすっていうのはかえってねたりりすする場合がありますただ六、えー、本の場合、えー、紙の書籍の場合重くて持ち運びが嫌だっていう問題があるかと思います。でちょうど私はこちらこんな感じでやってるんですが実はこういうのもう切っちゃってるんですね。 えー、こんな感じで、えー、自分で、えー、分割して、えーまあ、電車の中とかね、えー、ちょこちょこ、えー、慣れて読んでいただいたらいいかなと思います。さて、えー、法的思考を試す試験ということですがその法的思考まさにこの論理的思考力を試すということなんですね。で論理的思考は何かというと、えー、ここに書いてある法的三段論法これをしっかりできるようにということなんです。 一般的な三段論法こここに書いてああります A ならば B であるこれが大前提の場合 C が A に当たるとすると C ならば B であるという結論が出るこれが三段論法というものです。で条文ですね条文から具体的な事案をその条文に当てはめて解決できるようにするこれが法的思考力の出発点になります。 で条文ははじめ、えー、何が書いてあるかというとこれこれこういう場合はこういう権利や義務が生じますよということが書いてあります。でこれこれこういう場合というねそのそれぞれの要素のことを要件と言います。そして権利や義務が発生する法的効果のことを効果。ね、要件と効果が書いてあるのは条文なわけです。えー、例えば民法八十六条には 土地及びその定着物は不動産とするという規定があります、ねえー、土地及びその定着物はというのが要件で効果としてはこれは不動産としますよというね、えー、規定だということになりますそうするとじゃあ庭木は何に当たるんでしょうか庭木ですね庭に立ってる木これ不動産なんでしょうかそれとも不動産以外の動産なんでしょうか庭木というのは土地の定着物に当たりますね ということは庭木は不動産であるというねこれが法的三段論法ということになりますで実際の試験ではもっとさまざまな複雑な事例が出てきてそれを条文に当てはめて解決するということが求められていますでそのさまざまな事例というのはですねまあ、限りなく作ることができますでも重要な条文逆に言いますと限られているんですね したがってこの条文を中心に、ね、問題が出てきたら条文に変える問題が出てきたら条文に変えるこういう習慣をつけていくで問題を通じて条文を理解して。 そして最後は条文を中心にに知識を整理していいいくと、ととそれがまあ効率ののいい勉強の仕方ということになります。えー、条文は一見とっつきにくいですけれども慣れていくとですねちゃんとその意味があってそこに規定されているっていうことがだんだん分かってきますのでこういうことをですねちょっと頭に置いといていただきたいと思います。さて実際の条文開いていくとどういうふうになっているのかその構造を見たいと思います。 えちょっと行政書士法ですねこれはあの試験とは関係ありませんけども法律の構造を慣れていただくというところでえちょっと取り上げたいと思いますで初めにですねまずこういうふうに題名が書いてあります何々法ねで昭和26年に、えー、法律4号として作られました制定されましたということですで最初にちゃんとまあ目次がついてるんですねで、えー、パンデクテン方式というんですけれども えー、法律というのは非常に合理的に作ってありますで共通する事項については一番最初のところにもう持ってくるとで特に総則っていうのはですね、えー、この法律全体に関わる、えーまあ、基本的な目的、ね、この法律の目的だとかあとこの法律の中で使われている、えー、定義 それから、えー、この法律がどの範囲で適用されるのかということがまあ主に規定されていることが多いです。そしてこの中のまあ本体部分ですね。まあ総則、えー、がね、えー、前債だとすると第二章以降ねこっからがまあメインディッシュということになります。そしてまあ雑則とかねちょっと追加した事項が書いてあって最後にまあ不足というものがあります。これはまああの 本体に対して不足の部分は、えー、まあおまけみたいなものです。えー、例えば、えー、この法律ね昭和26年に作られましたけれどもそれ以前の扱いとかその経過の措置とかをね、えー、不足のところで、えー、書いていたりします。まあメインはこの1章から第9章の、えー、部分ということになります。あごめんなさい。それから えー、もうちょっと細かく見てみますと初めに証,文証明があってそして、えー、このように「一条でしたら一条」という形で、ねえー、条文が規定されています。で、えー、条文にはですね「条文見出し」ということで例えば第一条ですと「括弧目的」という形でその条文の内容、まあ、題名が書いてあります。法のの中のですね 法律によっては条文見出しがこういう喫行括弧になっている場合がありますこれは法律には規定がないですけども便利ね便利なので、えー、編集者の方で、えー、条文の見出しをつける場合がありますそれがこういう喫行の格好を使ったもの今はですね大抵の条文この格好が、えー、つけられていますさて 次ですねさらに条文を見ていきますととと項いうものが出てきます例えば第2条、ね、次の「かも」いずれかに該当するものは行政書士となる資格を有するで、まあ、1号から6号までずらずらずらと、ね、こういうふうにあの同じような並列的なものを並べる場合に使うのが「5」です。で必ず漢数字で書いてあります。 それから、えー、条文というのは基本的に一文で書いてあります。で一文以上に広がる場合はまあ二項、三項という形で項を付約していきます。でこういう形でまあ例えば行政書士試験はガラガラガラまあ毎年一回以上行います。で誰が行うんですか都道府県知事ですよという感じで書いていきます。で一、えー、条につき、えー、ごめんなさい第一項につきましてはここに一っていう数字は入らないのが実は正式です。 で二行のところからね行の番号がつけられているということになります。で大事なことはですね条文を開いたときね新しく勉強しましょうっていうときはまず目次で全体的なね構造をつかんでしまってでどういうところにどういう規定があるのかまあ脈絡をなんとなくこう頭の中で考えてみるということが大事です。それから趣旨ねそれぞれの条文というのはある一 規定の趣旨目的のために規定されてますからその趣旨をまず抑えるそれから文言これを正確に読むもうこれは素直にもう忠実に読んでいくということになりますそれからここは一つポイントなんですけれども、えー、法律用語は割とこう難解であったり普段、えー、慣れない言葉がたくさん出てきます出てくるんですけども 漢字の場合はでですねできるだけちょっと一旦読み下してみみると読み下すと割とこう意味が取れることがありますので読み下してみて意味を読み取ってそしてまあ自分でテキストでその意味を実際に確かめてみるとそういうふうにすると割とこう頭に入っていき,ますいきなりこうね定義を無理やり覚えようとしてもなかなか頭に入りませんけれども読み下しておくと楽です。それから 判例ですね。あの条文っていうのはやはり抽象的でね、す、え、べ、ー、ての場合についてすべ、えー、て条文だけでまかなえるわけではない、うん、わけです。条文に書いてないね場合ケースがどうしたらいいのかね、条文だけではこう決まらない。これを補うのが判例です。で、判例は必ず条文ね、条文のどの文言を解釈しているのかということを確認しながら、えー、読んでいく。 あるいいは条文文に足りない文言を、ね、判例が補う場合もあります、えー、必ず条文この条文のどの言葉に関して、えー、出た、えー、判例なのかということを確実に押さえていっていただきたいと思います。えー、条文を、えー、中心に整理していくっていうのはこの、ね、判例の整理の仕方も一緒ということになります。さて、えー、実際にちょっと、えー、憲法の目次、えー、見ていきましょう。 憲法はですね、まあ全文の前に序説というね、えー、ものもありますけども、一応本体部分としては前文からになります。で、第一章から第十一章までということになっています。で、全文についてはですね、基本的な理念、基本原理、ね、この日本国憲法の基本的人権の尊重あるいは国民主権、それから代表民主制、平和主義という基本的な理念が書いてあります。で、この理念を受けてこの本体部分ですね、作られているということになります。 そしてこれを実現するために、まあ、第1章から第11章まであるわけですけれどもとりわけ大事なことはこの憲法というのは個人のの尊厳これを最高の価値としたがってですね、まあ、この第4章以下には国の統治の仕組みという部分がありますがこれはあくまでも国民の権利。 ここれれを守るる手段とととしてて規定されているということになりますそしてまたこの憲法は最高法規だということを第10章でうたっているんですがそれは取りも直さずこの全文ですね「基本的人権の尊重国民主権代表民主制平和主義」こういうものを規定しているそれがゆえに最高法規だということを書いていると。えー、ですから全文で基本原理があってでそれがゆえに最高法規だということをここでだめ押しすると。 で中心は基本的人権の尊重をね掲げている第三章ねこれを具体的に定めている第三章ということになるわけですこういう形で全体としてま憲法の成り立ちが見えてくるとね構造から見えてくるということになりますで先ほど不足ではないんですが憲法については補足という形でですね計画規定などがここにね置かれているということになっていますではここで一旦終わりにいたしましょう